皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はちょっと趣向を変えてこちら、シールドの巻き方を皆様にご紹介してみようかなと思います。八の字巻きなんていう巻き方があるんですけれども、まあ、これはもう本当シールドというかもうマイクケーブル何でもかんでもそうなんですけれども、ケーブルを巻くときのもう基礎もう基本という感じでございます。ぜひ覚えておいてくださいませ。まずやり方の前に八の字で巻かないとどうなるかということを皆様にお見せしようかなと思います。こちらにちょっとケーブルが2本あるんですけれども、まずこっちが八の字巻きをしてあるケーブルです。ケーブルちょっと使いたいなと思ってこうほどくじゃないですか。でほどいたときにこんな感じでちゃんとこうまっすぐ、ほどくことができます。ちょっとそれがどうしたって感じになるかもしれないんですけれども、まあ、これが普通に八の字巻きをしてある方で、もう一方こちらは八の字巻きをしてない方です。どうなるでしょうか。両方を持ってバーッと広げるとこんな感じで絡んじゃうんですよ。こういうなんかすごいなんかこうなかなかまっすぐにならないというか、ね、すごいねじれてしまって、でこれ手で直そうとしても全然こうねじればなかなか直らないんです。ほらまだこんなに絡まってしまっている。こんな感じで長ければ長いほど八の字にする必要があるんですけれども、八の字で巻かないとね、そのシールド使おうと思った時にすごい絡んじゃったりとかしてねじれちゃったりとかしてすごく不便なので、ぜひ八の字で巻く癖をつけましょう。てなわけで八の字の巻き方一緒にやっていきましょうか。すごいなんかこんな広いスタジオで撮影をするのもなかなか新鮮な気持ちですけれども、まあ、やってみましょう。練習するときは7メートル以上の長いケーブルの方が練習しやすいです。3メートルとか5メートルでもいいんですけれども、もし長いケーブルがある方はそちらを用意した方が練習しやすいです。では、こんな感じでまあ2本、ありますよね。1本のケーブルが2個に分かれていると。片方、どっちでもいいんで、まあ、片方を持って、自分側に垂らしましょう。左手で持って、先端を自分側に垂らします。こんな感じ。こうじゃないですよ。左手で先端を手前側に持ってきてケーブルを垂らすと。で右手で、奥に垂れているこのシールドを持ってくるんですが、一番最初のターンはこの右手でシールドを奥にひねります。ドゥイッと。そうするとここのたわみがこんな感じでコイル状になって左手で取りやすくなっていると思うんですよ。わかりますか。シールドを持ちます。で、まず奥にひねります。で、奥にひねった状態で右手を左側に、こっち側に寄せるとちょうど左手が取れる形になるかと思います。次のターンはまたシールドを持ってきて、今度は逆にバイクのアクセルをひねるような感じでグッと持っていきます。そうするとまたここにたわみが生じます。このたわみが生じたところをクロスさせて、クロスさせて、左手で取ります。ちょっともう一度。最初は奥にひねります。で、取る。で、次は手首をひねってバイクのアクセルをひねるような感じで回します。そうするとこんな感じでくるりんとなって、くるりとなった内側を左手で取ると。ちょっともう一度、向こう側にぐるっと回します。で左手で取ります。で今度はバイクのアクセルをひねるような感じでぐるっといってこの内側を取ります。あとはこれの繰り返しです。奥にひねって取る、手前にひねって取る、奥にひねって取る、手前にひねって取る、アゲイン、奥にひねって取る、手前にひねって取る、こんな感じです。この状態で普通にこのケーブルをバババッとほどくと、全然このほぐれる、ほつれることなくというかその絡むことがなく、シールドが出せるという感じでございます。慣れてきたらこの両手の感覚で長さを測りながら、巻いていってみましょう。左手でケーブルを持って先端を手前に垂らします。ある程度出したらひねりながら取る。おっとっとっと。ある程度出したらひねりながら取る。で、手前にひねりながら取る。ひねりながら取る。ひ
ひねりながら取る。こんな感じでやっていくと、その、まあ、なんですかね、癖っていうんですかね、なんかもう感覚で、八の字巻きができるようになります。で、ある程度のところで、これ以上巻けなくなったなと思ったら、この両方の先端を右手で持って、ぐるっと返してあげて。で、こういうテープがついている場合だったら、これを、このマジックテープを留めてあげて、完成という感じです。できた。八の字巻き。で、これが上手い人になると、このすごいね、輪っかがきれいになるんですけれども、ちょっと僕は横着なので、少し大きいところもあれば、ちっちゃいところもあるって感じでした。慣れてくると、こういうのがすごいきれいに巻けるようになってくる感じです。で、こっちのケーブルはさっきも八の字じゃなかったんで、ちょっとすごい、このたわみがすごい。わかりますか、このたわみが。たわみがすごい。超巻きづらい。なんか、くるんくるんなっちゃう感じ。くるんくるんなってるぜ。もう一回。きれいに巻くことができました。こんな感じの巻き方がいわゆるその八の字巻きってやつでございます。最初に言った通り、そのギターとかベースとかでも同じことが使えますし、こういうマイクケーブルでも使えますし、もうすべてのケーブルで共通するテクニックという感じですので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。で、さっきも言ったように、できるだけ長い方が練習になると思うので、まあ、3メートル、5メートルとかの短いケーブルでやらずに、長いのがあれば7メートルとか10メートルとかでやってみていただければと。なんとなくね、なんかコツをつかんでこうリズミカルにパワーっとできるようになると、結構サクサクと巻けるようになりますので、ぜひ練習をしてみてくださいませ。それでは今日はシールドの巻き方ということでした。良い子のみんなは覚えておいてくんの。じゃあね、バイ。